さん、またも墓地動画集です。友人のブスがコロナにかかったのですが、隔離期間が終わったのでお見舞いに来ました。支援物資が多すぎるので分配します。これもあげちゃうじゃん。やったー。あと君にはほらこのスポーツキッズ、子供だからこれがいいんじゃない。半年ぶりに友達代を払ってきました。なんかインスタ映えしそうなのが出てきました。私に感謝して味わってほしいものです。金払ってるからって偉そうだよ。ワインも美味しかったです。今日は動物と触れ合う日にします。エミューさんたちと触れ合いバトルをします。私はエミューさんより賢いので餌を持っているふりをするだけで依頼さんを呼び寄せることができます。痛いマスがたくさんいました。美味しかったです。ブスがいました。ブスは野生なのでたまに凶暴化します。先日ラーコダキ枕を作りましたが、あまりにも好評の声が多かったので販売することにしました。ホロライブの方と同じ値段で戦います。地面は親フラに備えてアボカドは柿にしましたが、それでも親フラが怖いキッズのためにラーコダキ枕ラーコナシバーも作りました。購入する前に冷静になることをおすすめします。友人のブスと新潟に行ってきました。ひたすらお酒を飲みます。宿でも飲みます。朝になったので飲みます。いいからさ、根本やっちゃいけないのに教会のなんかそのああいう向こうの国にもあるってそういうキリスト教的なバックグラウンドがあって作られてるみたいなのがあるから、罪深いってことだね。以上、ご視聴ありがとうございました。